太鼓弁当広畑店株式会社太鼓フーズは兵庫県で持ち帰り弁当チェーン店を運営していた会社一般には太鼓弁当のチェーン店名で知られる1978年7月に設立本社は兵庫県加西市その後2008年にもともとの親会社である株式会社本人に吸収された株式会社本人は競争劇化や 生活様式の変化で業績が低迷で2015年に企業向け給食や仕出し弁当などの製造・販売から撤退して主力の直営弁当店、太鼓弁当の運営に絞り事業の立て直しを発表したが業績は回復せず2017年に自己破産した。1972年、寿司、仕し,し弁当、おせち料理の製造販売業者として本人が 設立された。翌1973年には食堂、太鼓弁当が設立され、1978年に株式会社太鼓フーズ設立。弁当、総菜製造の本人と販売、食堂経営の太鼓フーズの二社体制となる。張馬地域を中心に、田島、丹波にも店舗網を広げ、特に張馬においては知らぬ者はいないと称されるほどになった。 うどんやラーメン、カレーライス、おでんなどに高くか、大衆食堂として、近隣住民の好評を博し、人気店では、レジャー客の利用も多く、最盛期の1995年には40店舗にまで拡大した。しかし、バブル景気に乗じて、有価証券や不動産への投資、ゴルフ会員権の購入、本格的な日本料亭出店のための毛や木々の木、等の材木や、 美術品の購入、海外現地法人の設立、資金繰りの不透明なベンチャー企業への出資等に次々と手を出し、本人の有利支付債は約62億円に急増。横山大観策の日本が霊法富士を2005年9月に売却した際には約9億7000万円の損失を出した。本業の売上高も1995年の 約61億6900万円をピークに加工の一途をたどり2002年には最終赤字に転落2006年から金融機関への返済猶予や仕入れ先への仕入れ条件緩和を求める等の本格的な経営再建に乗り出すもコンビニエンスストア等大手チェーン店との競合や法事での仕出し需要減少などに直面し2015年7月には 企業向け給食や仕出し弁当などの製造、販売からの撤退を余儀なくされ、太鼓弁当のみの運営となった。結局、2008年に本人と太鼓フーズが合併するまで、太鼓フーズが黒字化することはなかった。ホ漫経営で会社倒産のケーキを作った本人の代表は2000年に退陣したが、 その後破綻するまでの間、社長は創業家の水田一族間で4度交代。2011年に同志が会長に帰り咲くなどを混乱を極め、公衆益のおせち料理の責任者が、経営人と対立し2011年に退社するなど、人材流出が続いた。太鼓弁当は、破綻間際には、姫路市を中心とする19店舗に縮小。その間、2009年3月には、 セルフ式うどんに参入しわずか3ヶ月で撤退するなど経営戦略は迷走。本社工場売却等場当たり的な資産の売却による資金連出を続けたが2016年期には4期連続で最終赤字を計上し事業継続は困難となり2017年1月31日に事業を停止し自己破産に至った。太鼓弁当寺内店店内の様子。 ありがとうございます。